はい、どうもこんにちは。本村20代でございます。今日のやつが、4月5日分で、まあ、ちょっと僕らが今撮ってるのが4月の、4日に撮ってるんですけど、ちょっとまあ、ね、特に、まあ、日本のというか、まあ、特に東京の、まあ、コロナの、状況がちょっと危ないということで、まあ、ね、密室のスタジオをちょっと私たちは避けようかなということで、ちょっと全員ズームで、参加しています。はい。ちょっとテンポが、テンションが全然、あれですけど、まあ、やっていきたいと思っております。よろしくお願いします。ちょっと今日録画なんで、メールとかは、ちょっと、あれなんですけど、まあ、後ほど、ちゃんと見て、来週にはお返しできると思いますので、どしどしお待ちしております。メールアドレスが honsou@dmcr.tv、 そして、ツイッターの方が @honsou20、 本草20となっております。どちらにも、意見募集してますので、よろしくお願いします。はい、はい、ちょっと結城から、本草20代っていうのはどういう番組なのかっていう説明が今から入ります。はい。本村20代とは、人口ピラミッドのかなり、シェイプアップされている部分の20代が、実際にどんなことを考えているのか、皆さんに見ていただきたい、という意思のもと、やっております。あれでしたっけ？はい。地下鉄サリン事件とか、あれぐらいの時代の20代と、ちょうど、コロナ真っ盛りの20代は全然違うぞというのを、皆さんに知っていただけたらいいなと思っております。はい。はい。はい。なんとなく今のでラグがどれぐらいか感じられました。ね。よかったです。不思議だね、なんかこれ。いや、今日の、お品書きは、どうするんだっけ、ベジータ。今日のお品書きは、この、あ、ズームが切れる話とかも含めてなのか。うん。まあまあ、そうだね。あ、そっかそっか。やる内容は、まあ、いつもと一緒なんですけど、まあ、MC のエピソードトークが最初にあって、まあ、3人それぞれ、はい、最近あった話とかエピソードの話を3人やって、うん、で、後半が朝読みニュースで、まあ、今多分新聞ないと思うので、まあ、ネットニュースとか、この1週間いろいろ見たニュースの中で、みんなが心に残ったものを言うコーナーがあって、最後に本草トーク。で、私たちが出した4つのお題から、投票してもらったものを、あれ、青いなくなった。うん。うん、あ、僕、います。声は。あ、大丈夫です。はい、投票多かったものからトークをするっていう番コーナーをやります。はい、はい、これもう投票があるんですよね、ツイッターで。うん、そう、そうです。お昼頃にもう投票を開始していて、まあ、今の8時半ぐらいにこう締め切られるようにやっています。あ、はい。僕はいるんで、ちょっと一旦Wi-Fi のね、はい、あれが環境があれですけど。あ、そうなんだね、これ。はい。ということ。はい。はい。ね。はい。どうします、放送トークのプレゼンはします、する意味はないのか。でもした。いや、でもまずしましょうよ。しましょうよ。しようよ。はい。うん、はい。何でしょうか。そうね、これが、なんか映す。だってね、何か映せばいいんだね。何かを画面共有なり、こう。これ映らない。反転してますね。はい、うん。ちょっとゆっくり読んでください。あ、じゃあゆっくり読みますね。はい。はい。じゃあ本日の4つのお題なんですけれども、1つ目、今の部屋にあるもので最も思い出のあるものを紹介しよう。これは友人ですね、はい。はい、僕です。はい。せっかくズーム使ってね、こう部屋から配信なので、うん、実物が見せられると思うんですけど。うん、あ、なるほどね。それいいね。うん、先週来ていただいた方が、こう、たくさんの本を持ってきているのが、すごいね、羨ましいなと思って、僕たちもやりたいと思って、一番思い入れのあるものを、まあ、紹介したら、結果良かったってなるかなと思って、うん、これを上げさせてもらいました。なるほど。
はい。はい。はい。じゃあ、2つ目。じゃあ、2つ目お願いします。5G になったらやりたいこと。これ、青いです。あ、これ、はい、僕ですね。ドコモがね、今 5G が商用利用開始になって、だけどまあ実際にはほとんど使えないんですけど、多分東京都内とかで使えるようになるのが多分1年後ぐらいって言われてて、で、なんかこう、逆に言うと、あ、なんかオリンピックちょっと間に合いそうみたいな気持ちもありつつ、そう、で 5G って僕たち今、例えばなんかその、今スマホとかで、速度制限とかになると 128kbps とかになっちゃうわけじゃないですか。で、はい、だけどこれがもっと、なんだろう、めちゃくちゃ早く動くんですって、データが。だからもっと精細な映像も出せるし、いろんなものがこう見れるっていう状態になって、で、今例えばもうリモートとかがこう進んでて、リモートが進んだまんま、例えば 5G とかでもっと通信速度とかが上がると、もっとなんか、家が充実するっていうか、もっとなんかこう、生きやすくなるんじゃないかなって思って、ちょっとなんかこう、今の Wi-Fi の不満みたいなところから、でもそれをこう解決するとどうなるんだろうみたいなところをちょっと考えていきたいなって思ってます。はい。夢がありますね、はい、5G。夢がありますね。あ、ちなみに、ドコモの 5G の、主題歌っていうか CM ソングやってるのがキングヌーですね。キングヌーの、ちょっと古い曲をドコモが使いたいって言って使っているんですよ、フラッシュっていう曲なんですけど、あれすごいいいので、見てください。はい。ありがとうございます。はい。で、3つ目、自分の感想を言葉にできない若者の処方箋。で、これ私なんですけど。なんかこれ、いい言葉ですね。なんかいいっしょ。うん、そう。というのも、なんか、まず実体験で、なんか大学入って初めての授業とかの時に、なんかリアクションペーパーみたいなのを書くじゃないですか、この感想どうだったみたいな、それが出席になるみたいな、その感想がマジで書けなくて、っていうのもなんか受験勉強とかのこう原文とか解く時ってなんかもうパズルじゃないですか、その逆説にこう三角をつけて、でこことここが対応していて、筆者の考えなんてまあ大体この辺に書いてあるのがもう構造的にわかるみたいな、そういう読み方とかをしていく中で、もうなんか自分の純粋な感想なんてもう書けなくなっちゃって、大学に入りました。やばいんだけど、何を書いたら正解なんだろうみたいになって、すごい、わーってなったのをちょ最近思い出したっていうのと、あとなんかそういう映画とかいろんなこう制作物見たときに、こう感想を言うのがちょっと怖いみたいな気持ちになっちゃっていて、なんか今調べたり、そうなんかツイッターとかこうノートでこうバーってすごいこと書いてる人とかのを見たりすると、なんかそれってやっぱりこう間違ったこと言っちゃうんじゃないかとか、なんか浅いこと言っちゃうのちょっと嫌だなとかって思って、なんか言えない、うん、私が、はいはい、でもそういう人多いんじゃないかなと思って、こういう私たちはこうどうすべきとか、そのためにまあ結論多分なんかその演習の数とかになると思うんだけど、まあなんか、うん、人はどうしたらいいんだろうとか、やるべきことってあるのかなみたいなのを考えたくて出しました。はい。なんかいいっすね。うん、切実で。切実なの、本当に生感しかない、うん。そう。はい。はい。で、4つ目が、はい、在宅に必要な心構え。これ、これ僕ですね。はい、はい、いや僕あれなんですよ、4月の1日から、社会人に入ってなりまして、おめでとう、ありがとうございます。そうなって、でそれで明日から来なくていいよって言われたんですけど、お礼があるの。そのそうそうそう、で在宅になったわけですね。で、うん、まあその僕の会社はとりあえずまだ、まあ、期限なし、無期限で、在宅ってことになってて、まあ、その状況が明らかになるまでってことになるんですけど、うん、だからもう、はい、家の環境を結構変えたんですよ、僕。いろんなものをこうやって、で特にベジータも今在宅でしょ、うん、で結構在宅歴長いでしょ、うん、長い、もう2月くらいからやってるから、ベテランよ。うん。だからちょっとその、
なんだろう、2末ぐらいの時の、わーって感じとか、をちょっと、が、うん、多分僕だから今、うん、ちょっとその先輩として聞きつつ、うん、そのまあ、うん、まあそもそも僕が今どうやって頑張ってるのかってことも、ちょっと、紹介したいなっていう話です。はい。いいですね。うん、はい。ね。はい。そう。多分もうなんか、悩み始めてる人が多いフェーズだと思うの。なんか、その、葵は4月1日からだけど、もうなんかみんな1ヶ月以上やってると、なんか、どうやっていけばいいんだろうみたいな。多分。はいはい。あ、いいと思います。うん。はい。それも面白そうですね、はい、今回。ね。ちょっとこの4つでね、やっていきたいと思います。はい、いきましょう。じゃあ、乾杯ありますか？乾杯しますか？乾杯しましょうよ。家だからいろいろ買っちゃったんで。僕も、はい、わかりました。僕もこれで、あの、ジンと、うん、いや、普通のジンと、うん、あと、まあ、トニックウォーターを買ってるので。あ、すごい。作るんじゃん、そこで。はい。ジントニックしようかなと思います。うん、ちょっと氷を入れてきます。あ、こうやって人がいなくなっていくんだね、この感じ。いや、でも声だけは、あの、お伝えできると。あ、そうだね。ラジオだと思えば。そう。そうですね。ちょっと声でちょっと今日は、あの、なるべく楽しんでいただけたらな。そうだね。画面は、で、あれだよね。むしろ来週とかになっちゃったら、どうすんだろうね。うん、来週も、とか、まあ、来週のことは来週考えればいいか。でも来週もズームじゃない。多分そんなすぐ、3密の場所に行けないよ。うん。ね、あ、ストロー、あれさっきストロー持ってきたんですよ。あった。戻ってきました。いいよ。はい、僕もできました。できましたわ。では。あ、もう開けちゃった。はい、乾杯ということで。乾杯。乾杯。シュール。面白いね、でもみんな、なんかオンライン飲み会とかやってない？やってるね、なんか、ね、最近流行ってるよね。うん。ね。そうそう。すごい。宅飲みみたいな感じで、くつろげるし、うんうん。いいね、くつろげて、良い。そうそうそう、うん。で、今日はどうしますか？まず、うん、話したいこと、ありますか、皆さん。そうだね、エピソードトーク。うん。うん。ありますか？あの、どうしたの？本当にも投げたんですけど、本の紹介したくないですか？何の紹介？あ、本。あ、家にある本。そうそうそう。みんな、しますか？持て余してるし。うん。やりましょうよ。はいはいはい。本ね、何がいいかね。はい、どういう本紹介？うん。ああ、どうしようかな。どれにしよう。あ、じゃあ、参考書で、僕が持ってる中で一番分厚いものをじゃあ。はい、うん。すごっ。やば科学、あー出た、新研究じゃないですか、いわゆる。あの、受験に使わないレベルまで科学のことが書いてあると噂の新研究を、僕は大学に入ってから買いまして。はい。これはいくらでも時間潰せますね。でも、いわゆるそれってあれじゃないですか、確か。あの、大学に入ってからは使えない知識が結構あるっていう。噂も。あ、そうそう。厳密は には間違ってるみたいな。そうですね。むしろ、大学入ってからだとコラムのところは結構伝えるんですけど。うん。自分のところは、もう厳密性を書いてるので。はいはいはい。この文字からすごいですよ。熱いね。何と比べるのに。ボールペン比べるとあのぐらいの分厚さ。なるほど。それなんで買ったの？それ大学入って。
え、たびたびやっちゃうんですけど、参考書が安くて買っちゃうんですよね。解くの？解きたくて買うの？それは。なんか、例えば100円とか200円で価値のある本が売ってると、君のいる場所はここじゃないと思って、こう、買っちゃうんですよ。家に持ち帰っちゃうの？なるほど。で、この子200円だったんで、おー、安っ。200円で君の分厚さと思って、買っちゃいましたね。うん、安いね。安いんですよね。あ、これおすすめですよ。時間取りしてるんで。うん、それ解く、全部解くの？それは。解くのもあるんですけど、うん、教科書では説明してくれてないところとか、うん、あと、高校では扱わない、なんか物質みたいな。な、これは。うん。が扱われていて、うん、見てて、面白い。面白い図探すので、ちょっと他の話しててもらっていいですか？うん、じゃあ僕の本でも紹介しますか？あ、もうたくさんありますよ。はい。僕の本は、じゃあ、まあ、とりあえず小説で、この三体っていう小説があって、これズームだと逆になってんだっけ？まあいいや。あ、見える見える。あ、こっちから読みます。そう。で、中国の、人が書いた SF 小説です。で、もう2000、なんかめちゃくちゃ売れてて、今。ものすごく話題になってる小説で、合計2100万部、うん、売り上げが出てます。で、3部作なんですけど、めちゃくちゃ面白くて、多分、勇気とか好きだよ。お話を、あらすじをね、これ、勇気、多分これ大好きだから、多分読んだらいいと思う。うん、で、話をね、ちょっとだけ要約すると、まあ、中国、舞台は中国の SF なんだけど、まあ、その、まあ、ちょっと近未来の時に、基礎物理学を勉強し、研究している研究者たちが、なんか突然自殺しだすんですよ。で、なんでか、その理由がわからなくて、だけど、死ぬ人は人それぞれに、なんかこう、物理が死んだとか、科学が死んだっていうことで、自殺しだすんですよ。で、うん。で、ある時から、例えば、素粒子をぶつける実験みたいなやつが、なんか全然、うん、データが仮説と合わないデータになっちゃって、今までの理論ってものが全然成り立たなくなっちゃったんですよ、ある日。うん、で、それはなんでなんだってことを、物理学者と、あと、物理学なんて何にも知らない、刑事が、うんうん、だけどなんか、科学者の連続自殺事件だから、なんか裏があるに違いないってことで、うん、すごい二人で、うん、解いていく。でもその先には、ちょっと関係なさそうな VR の、めちゃくちゃ成功なゲームがあって、それを解くとなんか謎が解けるんじゃないかってなっていくと、うん、あれ？なんかこれって全然僕たちが思ってた世界の外側に世界あるんじゃねえみたいな話になっていくっていう、うん、SF 映画、SF なんですよ。ね、はい、ね。面白いですよ。やっぱり翻訳なんですけど、はい、結構翻訳がしっかりしてて、めちゃくちゃ読みやすくて、うん、で、物理とか全然、いや、わかんないとこはありますけど、別に分かって読む本でもないので、皆さん別にそんなの分かんないってなんないで、なんか分かんないけど、科学者ってこういうことに悩むんだなって思って読み進めると面白い本ですね。はい。おすすめです。科学者。SF ってそういう感じありますよね。うん。全部分かんなくてもいい。あと何かありますか？勇気、面白いの見つかった？あ、やっぱ、まあ、これ、どこでもあるんですけど、劇場って、やっぱワクワクしますよ。
周期表、周期表を見て何を楽しむの？それ周期表の楽しみ俺全然わかんないんだよね。本当ですか？いやなんか、うん、ほらあのだいたい修正して1個ずつ増えていくけど、あここで結構変わるんだみたいなのが、うん、新たな発見があって、定元素ってさあんまり学校でもがっつりやらなかったじゃないですか。この辺のこの辺って、うん、あのちゃんとこう性質が近いから覚えましょうっていうのをやりましたけど、この辺のやつらがこうあんまり想像してなかった挙動とかあの性質を見せるんだなって気づいた時に、今まで知らなくてごめんねって思うのが僕は楽しいです。はい、なるほど。いかがお過ごしですか？ベジータさん、なんかある？ベジータさんはね、自分の本、ここいないからな。自分の家が。そうだよね。そう。特にね、はい。OL の部屋ですね。OL の部屋。あ、でももう、今売りたいってめっちゃ思ってる漫画本があって、東京タラレバ娘ですね。あれを、はい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 、はい。あれをね、なんか社会人1年目の終わりに、なんか満喫で読んだんですよ。うん、なんかすごい仕事終わりのもう金曜めっちゃ仕事して、でなんかもう終電ないから泊まるっていう時になんかパッて読んで、その時なんか彼氏とかいなかったからなんかやべえぞみたいな、うん、あのタラレバ娘っていうのはなんかもう30過ぎちゃったか30過ぎとかの女性がなんかちゃんとしなきゃみたいななんだろう、そのいろいろ世の中の需要と自分たちのこう価値とかそういうのを考えながら、うん、ちゃんと恋愛なり結婚していこうみたいな話だから、それをこう23だか4とかの時に読んで、うわなんかすごい身に染みて分かるのね、ゾッとするの、もうなんか、はいはいはい、こうなるんだみたいな、その結構切実な描写とかが多いわけ、その何十にもなってとか言われたり、自分のも昔こんなに価値があったのになんかいつの間にかこういう高げたを脱がされているみたいな、それがすごい辛くて、はいはいはい、その時にもうアマゾンですぐ前回買って戒めを込めてね、うん、で、うんうん、でもまだ24とかで読んだからまだ頑張れるぞ、うん、自分みたいな感じでお守りのように持っていた漫画本が全巻あって今も家にあるんだけど、うん、そう、うん、それをメルカリで売ろうとしてるけど、うん、なかなかね、もう値がつかなくて、売れてない。はいはい。これ売りたい。っていう本。おすすめだよね。でもね、おすすめではある。そのなんか、やっぱ20代女子とか社会人になる前ぐらいに、ざっと読んどけみたいな気はする。うん、その、うん、なんかその先自分がどうなるかみたいなのを知って、こう動くのと、知らずに、はたとなった時に、うーわーみたいになるの全然違うから、うん、女子におすすめの本です。そうだね。っていうね。はい、うん。ちょっとなんか難しい話がいっぱい出てきたから、ちょっと、うん、ちょっとあれね、なんか軽い本もう一冊だけ紹介するね。本ってわけでもないけど。うん、あの僕が修士論文の最後の1週間ぐらい、暇の時これを読んでたっていう本です。おう。何それ。丸ごと本棚の本。まあ、あの本棚の、うん、いろんな形の本棚は、こう、ひたすら並んでるっていう本で。カタログってこと？カタログとも違うの？なんだろう。設定っていうか、本としては、本棚デザイン、うん、デザイナーみたいな、うん、本棚って結構いろんな人がいろんな形でデザインしてるんだけど、うん、それをこう集めましたっていう本。ほー。で、うちちょっと本棚欲しいなって思って、別に結局全然作れなかったんだけど、うん、ちょっとまあね、見ての通りここにこうなって本があって、じゃないから、そうそうそう、ちょっとなんか形を変えたいなって思って、やってんだけど、なかなかうまくいかなくて。うん、だけど、こう、
例えばなんかこう、これ難しいな。うん、もうちょっとわかりやすいところに行こう。なんかすごい、結構き、なんか奇抜な本の形とかがあったり。そう。すげえ。うん。あとは、なんか、もうこれ本棚って言えないけど、布みたいなやつに、を引っ掛けるだけみたいなやつとかもあって、ああ、なるほど、結構本棚って自由なんだなってこういうの思うわけでね。やっぱ、なんか、IKEA とか行くと、IKEA の本棚の中で選ぶ気持ちになっちゃうけど、こういうの読むと、あ、なんか、自由でいいんだって思うし、うん、この中で結構無理な、自分たちで作れないものもあるんだけど、自分たちで作、うん、あ、これは作れんじゃないみたいなものもあるわけ。うん、で、やっぱりその、あとこれ、こういうのが面白い。これ、この、これはちょっとアイディアが面白いっていう本なの、うん、タイプの本棚なんだけど、一本長い棒があるだけなの。ここに。おぉ。そう。で、で、これは、ここに書いてあるけど、セパレーションシェルフって書いてあって、これは、うん、一組のカップルの棚なの。へ、う、ぇ、ん、で、別れたら、うん、折れるようになってる。簡単に。何それ。コンセプチュアルすぎるんだけど。そう、別れたら別れようっていう。棚も別れるっていう。じゃあ別れて、その別の部屋に持っていけるの、その片割れを。そうそう、片割れを持っていけるっていう。なんかすごいね。すごいね。すごいね。だから、なんかいろんな人か、いろんなこと考えるな、デザイナーっていうか、さあ、本棚ってなんか本が効率よく入りゃいいやとか思うけどさ、なんか意外とそうじゃないんだなって思う、うんね、思うし、うん、あとやっぱこういうさ、家とかにずっといなきゃいけない時って気がめいるじゃん、うん、で、なんかこんなさ、よくわかんないこう、今パッとあるような難しい本とかさ、うん、読みたくないじゃん、うん、でこういう、なんだろう、目が寂しくない目のおやつみたいな本って目のおやつで、目のおやつ家に置いとくといいよ。目のおやつ気に入ったわ、それ。うん。目のおやつって何かもね。うん。これなんか。いいね。うん。いいね。じゃあちょっと僕の話に移っていいですか？うん。うん、はいはいはい。僕が今、まあ、イリアに住んでるんですけど、うん、あの、イリアって上野と、うん、浅草にも、まあ、どっちにも歩いていけるみたいな、うん、結構便利な場所で、うん、なんだけど、上野も浅草もめちゃくちゃ観光地なの。うんうん、なんだけど、今回のコロナの関係で、うん、もう浅草が完全に人がいないの。そうだね、やっぱり。そう。新宿とかさ、渋谷はさ、会社もあるし、うん、なんかその、交通アクセスっていう面もあって、うん、人が少ないって言ったっているじゃん。うん、いや、いると思うんだよ。うん、正確には言ってないからわかんないんだけど、うんうん。で、だけど、浅草って観光地ではあるんだけど、完全にちょっとずれた場所にあるじゃん。うん、まあ、上野はね、人まあまあいるけど、うん、上野からさらに乗り換えてちょっと行かないと浅草になる。そうだね。なんか交通のハブではない場所にあるもんね。そうそうそう。だからわざわざ行く場所だから、うん、こういうわざわざ行くっていうのをこう、えって思う、不要不急の外出避けてくださいって言われてると、うん、もう誰も行かないんだよ。うん、で、今って桜満開でしょ？そろそろ今日とか散りつつあったけど。うん、で、うん、上野公園は、歩行禁止になってんだけど、うん、隅田川も桜の名所であるんだけど、浅草ね、うん、全然人いないから、うん、まあその宴会禁止ぐらいには、いや、わかんないけど、宴会禁止に多分なってるぐらいなんだよ、うんうん、だからもう誰もいなくてめちゃくちゃ花見が綺麗。そうなの。あ、ブルーシートとか敷くの禁止みたいな感じなの、敷い、うん、ちゃダメ。
そうなんだと思う。多分まあ誰も敷かないから、うん、まあ、そっか禁止されてるのかもわかんないんだけど。そうだね。そっか。で今ね、浅草行くとね、うん、あの浅草にスーパーとか行くから、あるから、まあ行くんだけど、うんうん、本当に誰もいなすぎて、うん、感染リスクがないんじゃないかみたいな気にすらなる。逆にね。そう。うん。うん、だから、なんか、なんだろう。あの、みんな行ったらとは言えないけど、うん、なんだろう。本当に家が浅草に近いんだったら、ね、浅草に近いんだったら、うん、ちょっとこう思いを馳せてみてもいいと思うっていう。思いをね。思いを馳せるのは自由ですからね。うん、そう、そう、うん。びっくりするぐらいいない。本当に。でも逆になんかこうベッドタウンみたいなところの方が危ないのかなって気が してきたね。そうだね。そうだね。うん。人いっぱいいるしね、うん。そこで本当に家こもらないとやばそうだね。うん。うん。ベッドタウンのスーパーとかやばそう。ね。あ、みんなはどうなのそれで。ん？人はいるの？いる方？住宅街？池袋はまあまあいますね。うん。高輪はそんなにない。でも出歩いてる人はなんかパッと見ると歩いてるから、うん、ああ意外と人歩いてんだなって思うけど、うん、密集はしてない。うん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 、池袋ってさ、どんぐらいあれしてんの？マスクとかつけてる人いるの？あ、でもほぼつけてますね、やっぱり。うん、つけて、あんまり、僕もそんな、駅には近づいてはないですけど、まあまあいますね。うん。いるよね。てか池袋この間行ったけど、いたわ。結構人いたわ。うん。普通にいる。うん。ね、でもまあ、ね、ジレンマだよね、ああいうのって多分。うん。うん。先週ね、ヤンが来てくれて、うん、来てくれてっていうか、うん、こうやってズームで参戦してくれて、うん、まあ、あの人建築家になったわけだし、うん、こういうの大好きっていうか、都市のことをね、うん、結構勉強してるし、まあ、どうかみたいな話をしたと。そう、まあ建築系ではあるんだけど、結局建築って人と関わらないといけないし、うん、僕たち今住宅に住んでるわけだけど、うん、住宅って働かないといけない機能ってなかったはずなんだけど、うん、今無理やり僕たちはこう働かなくてよかった空間に働くっていう行為を持ち込んで、うん、無理やりこう空間を変えてるわけだけど、でそれに関して結構喋ってくれて、うん、ちょっと僕、率直に言うと、ゆうきの感想を聞きたいんだよね。ヤンと僕が喋ると、僕らが喋っちゃって、うん、ちょっと厳しかったよね。ちょっと思って。オンラインの授業を聞いてる感じですね。確かにね。何でしょう。伝える気はある人たちじゃないですか、お二人とも。自分の世界話す上で、うん、だから聞いててなんか置いてきぼりな感じはしなかったですけど、うん、会話じゃなかったんですよ。なるほどね。うん、でも面白かったですね。うん、なんか昔はほら1階に働く場所があって2階が住居スペースだったみたいなとか、うん、今またそっちにオンラインになったら戻りつくみたいな話とか、そうなんだ。なるほどなって思いましたし、うん、なんか気になることとかあった？なんかこれをさ、なんだろう、ベジータにこう伝えるっていうのを勇気にやってほしいんだよ。なんだろう、気になったの。なんだろうな、住宅の話ってどんな話してましたっけ？なんかコロナの話はすごい強烈に覚えてるんですけど、なんかそのヤンはもうなんだろう、どちらかというとこうコロナで
僕たち今制限されてるような感じがしちゃってるけど、うん、そうじゃなくてコロナによって新しい生活っていうものが、うん、まあ、見えるんじゃないみたいな、うん、ちょっと好転的な考えで喋ってて、うん、例えばその、まあ、放送トークの 5G の話にもつながっちゃうような気もするんだけど、まあ、なんか僕たちが、うん、僕たちって今都市の外に、都市の外じゃないわ、家の外にジムとか、なんか働く場所とかを作ってたわけじゃん。うん、で、それで、その、で、作ってて、で、そこで、まあ、外に出ていろいろやるっていう前提で家を作ってたわけだけど、だけどもうこれから家に出れな、うん、家の外に出れなくなってきたら、僕の家の中にジムを作ってみたり、自分の中にオフィスを作ってみたり、うん、するんじゃないって話してたんだよね、うん、多分。まあ、あれでしたっけ、葵さんとあのコロナの何年後の話っていうのがちょっと時間が違ったみたいなこと言ってましたっけ、10年後の世界とグリーングみたいな、うん、でもヤーさんの方じゃないですけど、あのオフィスビルがうん、余るよねっていう話がすごい聞いてて面白かったですね。オフィスビル余るね、確かに、うん、そう、なんかさ、結構ベンチャーの、うん、ベンチャーのすごいイケイケなところこそ、え、じゃあもう俺らオフィス買わなくてよくないってなりそうじゃないって気がするんだけど、どう思う、ベジータ。うん、いや本当にね、いらないと思う。もうオフィスで解約してもいいと思うし今、うちの会社だって、うん、なんか本当、たまにね、たまにそういう請求書の処理とかで嫌応なしに行くときがあったんだけど、それでも本当になんか5分の1くらいしか来てないから、マジでテナント代超もったいないって話をしてて、うん、でなんか、シェアオフィスとか、そういうところだったり自宅に行けばできちゃうから、ベンチャー多分、オフィスいらないんじゃないかなっていうのは思う。そうだよね。うん。うん、本当に、もうこれを機に、何処理を聞いて、早くしようかよ。え、何？ゆき何？え、いや、テナント料を引いて黒字になる、ってなったら、面白いなと思って。それで、うん、でも、なんか本当に、あの、オンラインだけにして、どこの企業も黒字になったら、本当にいらなくなるんだろうな。うん。でもやっぱテナント料ってめちゃくちゃ高いからね。うん、本当に、うん、あの、まず、やっぱりお客様が、いらっしゃるってことがあるから、駅のなるべく近くにしたいっていう欲が働いたり、例えばその、なんだろう、湘南にオフィス構えたくないから、じゃあちょっとやっぱお金3倍かかるけど、虎ノ門に事務所置こうかなとか、そういうことになっていくわけだから、うん、ちょっと見栄のお金だったりもするんだよね、ああいうのって。まさに、うん。私も固定費だからね、なんか、削れるなら削っちゃった方が絶対ベンチャーとかいいよ。うん。うん、だからもう今後はそういうのは増えるよ、確実に。うん、住所だけ貸しますっていう。登記上住所が必要だから、うん、あの法人って。うんうんうん。確かに、そうだね。住所貸しが流行る。うん。シェアオフィスで月1万円だけ入れておいて、そこで登記しちゃって、うん、普段は完全に自宅みたいなベンチャー増えると思う。新しい気が余る。でもそうなるとさ、僕たちがさ、その、うん、ヤンと喋ったのは、まあ、あの、僕たちさ、その、スクランブルスクエアの渋谷のね、いい階のオフィスがあるところって、僕たち今入れないけど、そうやってどんどん値崩れしていくと、うん、そこがホテルになったり、レストランになったりして、その僕たちが行ける場所、うん、要するにそのオフィスって結構プライベートな空間だったけど、うん、お金さえ払えば行けるっていうのがどんどん増えていくんじゃないっていうことを思ってて、それってなんか結構明るい未来なんじゃないかなって気がする。うん、そう。関係ない人入れない、うん、行ってみたいな、うん、そういう時ベジータだったら何が
入ると思う。例えば渋谷とかで今オフィス 駅前にめちゃくちゃあるけど、うん、あれがなんかこうあれの1割でも空いて何かにしなきゃってなったら何が入ると思う、うん、エアビー住むんじゃない、うん、なんなら本当に民泊にするのか、なんだろうね、オフィス以外のものが入るとしたらシェアオフィスができるんじゃないそうね、なんかあのカフェとシェアオフィスの間みたいなものはいっぱいできそうだよね、そうそうそう確かに。そう、あのすごい機能的な Wi-Fi と電源ありますみたいな場所になるんじゃないか、うん、それ公的な、めちゃくちゃ商談できますみたいな、そう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 、そうん、なる気がするな、その方がなんか楽しそうだよね、日本。うんね、なんか柔軟にもなるし、良さそう。このタイミングで地方に移住する人とかできないのかなって思って、リモートだったらさ、もう別にどこにいてもいいじゃん。そう。って話は2月からしてたけど。地元帰ってもいいもん、本当に、ね、うん、うん、コロナの話が収まったら地元戻る人多そうですよね、うん、うん、ね、今は行くのがあれですね、社内体制が結構若い会社だったら、あ、だったらこれリモートの方がいいわ、オフィスもかかんないしとか言って、ちっちゃいオフィスに引っ越して、うん、もう半分ぐらいのデスクばらして、うん、お前たちリモートだからって言って、うん、やる会社とか全然ありそうだし、全然ある。そうなったらじゃあ、うん、私、地元に福島に帰りますってのはね、うん。うん。うん。でも、電波さえ飛んでくれるからね。うんうんうん。うん。いいよね。いいよね。いいね、なんかこれを機にね、良、うん、くなった、これって無駄だったなとか、これこっちでもいいじゃんみたいなのがね、あっていけば、もっと良くなりそうだ。うん。なんか明るい話ができると思う。コロナの話、うん。だからちょっと、やっぱ暗い話になるじゃん。うん。なんか、うん、補助金遅くねとか。マスク2枚って。なっちゃう。そう、うん。あと演劇に当たり強くねとか。うん、ね。芸術活動に当たり強いよね。うん。ね、だからなんかこう新しい未来をね、こう提案できるといいよねって思う。うん。うん。もう50分ぐらい話してるんですね。そう、なんかね、なんかズームのね、40分じゃ足りませんでしたか、うん、みたいななんか通知が来て。このまま続けていいですよみたいな、うん、変な通知が来たから、今も録画できてるっぽい。あ、そうなんだ。なんかあれなんだ、ね、もうズーム株価も上がったし、うん、サーバーも増強したし、キャンペーンでファンサービスも、うん、やってんのかな。かも、うん、うん、でもそろそろじゃあちょっと一旦休憩にしますか。はい、はい、ちょっと一旦切ります。あ、朝読みということで、はい、はい、というわけで、はい、都合上切れます。都合上切れます。はい。はい。じゃあ、はい、戻って、ま、参ったことにしました。4月の、何日だっけ ?5 日 ?5 日分の、本草20代でございます。はい、ちょっとまあ、前半にも説明したんですけど、まあ、ちょっとスタジオが、の方が密室であるということと、まあ、ちょっと都心の真ん中の方にあるということで、うん、ちょっとまあ、この時期に、わざわざ行くのに危険だろうということに判断いたしまして、ちょっとズームの録画ということになっております。はい、はい、まあ、来週以降どうするかは、ちょっと、また改めて、ちょっとあらかじめの方で、ツイッターかなんかで、報告したいと思います。ので、ちょっとはい、お聞き苦しいところがタイムラグとかありますけど、ちょっとお付き合いお願いしたいと思います。お願いします。はい。それでは、はい、今日から、今からは、朝読みニュースということで、はい、まあ、普段は、朝刊
のニュースを浅く読んでいこうということになるんですけど、うん、まあちょっとまあこうなってるので、まあネットニュースを中心に、まあ読んでいこうかなと思っております。はい。はい。じゃあなんかありますか？なんか、じゃあ一番この、ここ一週間で話題になった話で、あのコロナの保証で、うん、あの、うん、全世帯にマスク2枚が配られるって話。ああ。うん。だいぶ荒れましたね。ツイッターなりなんなりが。大荒れでしたね、うん、あれ。大荒れでしたね。あれは何なんですか、うん、なんかもう逆になんかその100日後に死ぬワニ的な気持ちすらありました、僕。どういうことどういうこと、なんか燃やすことが目的なんじゃないか感が。なるほど、話題作りよ。注目を集めたい的なこと、うん、そうそうそう。だってね、他の各国がさ、そのなんか、すぐさまこう60万くらい渡すみたいなとかさ、うん、それやる中で、マスク2枚みたいなのが、うん、だいぶバズった、バズったって炎上したんですけど、ね、うん、うちの地元、一人20枚ずつぐらいマスク配ってるらしいですね、日本からなんか連絡したんです。自治体が配ってるってことなのかな、多分、ま、町が多分配ってるんですけど、へぇ、それの10分の1かって思う。わらけてきます、ね、ほんとさ、どういう会議を行ったのかすごい気になるよね、うん、なんだろう、うん、でもあれさ、なんかそのマスク2枚は実は布石で、それでこう本当に世帯、その世帯に人がいるのかをマスクで確認、うん、配るときに確認して、そっからなんかお金をちゃんと、それで受け取ってもらえたところだけお金を配ろうってしているみたいな論もあるんだけど、あれは本当だ。どうなんだろうね。でも効率はいいよね、確かにそれはね、うん、だけど、うんうん、やっぱりその、うん、僕たちが気になっているのはやっぱりその世帯ごとっていうのが意味不明だよっていう論があって、うんうんうん、そのなんかこう、うん、ね、うん、だけどちょっと今回の話って僕結構なんだろう、ある種自民党に期待してたというか、うん、どちらかというと政府って一番偉いんでしょ、うん、ね、偉いんだから、なんかこうもうちょっとこう強権的にやれた気がするし、今からでも遅くない気がするんだけど、うん、なんか全然やる気配がない。それはなんかその保身っていう説もあれば、実際に権利が、あ、権利じゃない、そういった権力がないっていう説から、まあピンキリなんだけどさ、でもいずれにしたってそうなのかよっていう、ちょっとね、うん、あれはあるよね、うん、うん、そうね、残念ですね、うん、はい、でもなんか今日、今日さ、あのマスク、え、でも、うん、ベジータとかはマスクどこに届くの、じゃあベジータマスクは、ベジータマスクはそのシェアハウスなんじゃない、でもシェアハウスに、ああ、でもあのお家に、なんだろう、うん、15人くらいがさ、いてさ、うん、あれは何世帯、うん、じゃ15世帯になるの、シェアハウスっていうのは。そうじゃない、あ、そっか。で、ああ、入居者かけ世帯なのか、うん、あれは。だって、なんだろう、世帯にはなってないでしょ、その世帯。うんうん、世帯主がいてってわけじゃないか。そうそう、あの、うん、住民票もちゃんとそのなんか205みたいな、なんかその部屋で住民票取ってるから、うん、そこが1世帯になるはずなんだけど、うん、そうそうそう、うん、そうだね、うん、うん、なるほどね、うん、なんか今日さ、そのでも世帯に30万払います、うん、そんな1回下げてあげる、はいはい、なんかサプライズですみたいな、あれはあれなんだろうね、うん、ね、あれ本当？あれ？フライキいらん。でもあれだよね、確かその収入によるんだよね、収入が減ったかどうかによるんだよね、うん、そう減ったかどうかで、だから実際にはそのサラリーマンとかはさ、実際には減ってないじゃん、うんうん、まあその残業がなくなったから減ってるっていうのは人は言ってると思うけど、うん、でもまあ月給だから、意外と
そう、結局月給だから変わんないっていう人は結構いて、うんうんうん、だから意外とそんなに配らないんじゃないかっていう気がするね。確かに。それこそその、うん、そう、証明もね、難しいし。どうやるの証明、うん、どうやるんですか、ゆうきさん。どうなんですか、あれ、住民税、非課税世帯とかじゃなかったでしょ。住民税払えないからって申請出してるとこ出してるぐらいの人たちがもらえる確か設定になってて、うん、だからでもあと一定基準に減ったらだよね、確か 10% とか減ったら確かそうだったと思います。あ、そうです、そうです、うん、でもそこまで減るのって葵さん言った通り働き時給制だとねいかないです、ね、うん、でもまあフリーターとかは露骨に減ってるから、それをちゃんと出せればそのいいんだけど、逆に言うとそれ出すコストっていうのが結構かかるから、なんでこっちが申請するのっていう気持ちはあるよね。ちゃんともらわなきゃいけないですけど、なんか源泉徴収の紙とかってもらわないで終わっちゃうこととかあるんで、うん、もらわなきゃいけないんですよ。うん。どれぐらいもらえるんですかね、人数的に。大してもらわないで終わりそうな気もしますよ。みんなやり方わかんないっすよ、なんか終わりそうな気もする。え、なんか派遣切りみたいな。毎年は太るんですよ、うん。派遣切り？派遣切りみたいな、給料がなんか50万から10万になりましたとかじゃなくて、もうなんか雇用が終わりましたみたいな人もさ、対象になるの？うん。うんうん、なると思う、なるはず、なるはず、それは。そう、うん。なってくれなきゃでしょ。うん。うん。なんですかね。ね。はい。じゃあちょっと僕もコロナ関係で。うん。あ、明るい話じゃなかった。明るい話じゃない。ちょっとコロナ関係だからちょっと終わらせたいなと思って。うん。あの、コロナ、ちょっと3日の話ですけど、コロナビールが、うん、ああ。生産停止になった、うん。メキシコ政府で、メキシコによってっていう話で、ね。まあコロナだからってことは関係ないんですけど、まあだからメキシコ的には不要不急のというか必要不可欠ではない企業っても結構の生産活動というか経済活動を停止させてるので、それの流れを煽りを受けちゃったって話なんだけど、うん、僕これちょっと完全に驚いたのは、ちょっと違う話になっちゃうんだけど、ちょっと、うん、なんか30年以上前だったらお酒は必要不可欠って言ってた気がするんだよね。なんかみんなが、いやでもなんかお酒って結構、うん、やっぱみんな飲むし、うん、なんかなんだろう、うん、必要不可欠でないって判断した理由っていうのはちょっとなんか信じられないなって思って、うん、で結構みんな飲むわけじゃん、うんうんうん、って思ってちょっと驚いたなっていうニュースですね。うん。不要不急の扱いになっちゃったんです。そうそうそう。あとコロナ周りでちょっともう一点、ちょっと皆さんの知らなそうな朝読みニュースなんですけど、うん、またマジック・ザ・ギャザリングの話をちょっと3ヶ月ぶりぐらいにするんですけど、マジック・ザ・ギャザリングっていうカードゲームがありまして、うん、で、それがね、4月の17日から新しいパックが発売されるんですけど、で、それがね、ゴジラとコラボするの。おー、うん。そう。で、ゴジラとコラボするんだけど、そのコラボの1個の商品名がこんな名前だったせいで、うん、変えるっていう騒ぎがあったんですよ。おう、見えてますか？見てない。なんて書いてる？死のコロナビームスペースゴジラって書いてあります。あ、なんでなんでこんなちょっと、いや、もうコロナ関係ないタイミングからその打ち合わせとかを進めていて、うん、要するに、まあ、そのコロナって別にそのウイルスだけの意味じゃなくて、その、うんうん、なんかコロナビームみたいなものが、まあ、あったんですよ。てか、その元々、もともと、そう、ゴジラの必殺技みたいなやつで。で、死のコロナビーム、スペースゴジラっていうカードを作ってたんですけど、で、4月17日になって、で、だけど生産が止めたんだけど、新しい名前に変えたんだけど、こいつ、結局。うん、だけど生産がちょっとの停止が間に合わなくて、第1版だけ、1、初釣りだけ、
C のコロナビームになっちゃったんですよ。初回限定版じゃん。初回限定版。で、今、その、マジック・ザ・ギャザリングって結構投資家がいるから、投資家がいるレベルのカードゲームだから、その投資家界隈では、これは値上がりするって言われてます。そう。まだ発売されてないんだけど、これだから、ボックスに、なんか10、なんだろうな。確率だけで言うと多分20パック買ったらこいつのキラキラしてるやつが1枚手に入るって感じなんだけど、うん、でもちょっと今からの値上がりを考えると20パック買っても別に全然得するんじゃないかという説が今出てます、うん、っていう。なんだそれ。すごい、逆にレアついたんだね。そう、もう、うん、でもしかも発売前からレアついてるっていう、うん、すごいね、うん、なんかいろいろ奇跡だね、うん、なんかそう、奇跡を、うん、その名付けも奇跡だし、そこで初版だけになって値上がりするっていうのもなんか奇跡だし、そう、絶対レアですもんね、うん、だからまあこれはなんだろう、コロナ関係の変な話っていうか、うん、ね、うん、特に今ってさ、結構ゲームしてる人とかいっぱいいると思うんだよね、うん、そうだから家だしね、うん、スイッチとか買う人とか多そうだし。そうだね、どうもり。あ、らしいですね。あ、そう、みんなどうもりで外出てるもんね、うん、今。うん。自然とはどうもりで触れ合ってる。釣りとかしてるもんね。そう。タイミング良かったかもですよね。ね、すごいよね。うん、しかもこれ、あれですよ、もう、Yahoo ニュースに載っちゃったんですよね、確か。これってもこんなのって、うん、その1ゲームの1ニュースだから、うん、世界に出ることなんてほぼないんだけど、うん、ちょっと話題が話題すぎて、うん、あの、ヤフーニュースに載っちゃったんですよ、これ。全然関係ない人にも届いたっていうニュースで。うん。うん、ゆきは何かありますか？ね。あ、はい。ABC 問題って知ってます？お二人は。知らない。知らないです。これ出しとこう。7年ぐらい前、7年ぐらい前なんですけど、うん、京都大の先生が解いて、で、7年前に論文出たんですけど、あまりにも難しすぎて、うん、ようやく最近になって査読が終わったっていう、数学のすごい、なんか難しいって言ったら、あ、それか。うん、あ、そうです、そうです。そういう問題があって、すごくないですか、査読する人たちが、査読できなかったんです。調査できなかったんですよ、その論文が合ってるかが、新しくて。うん、で、ざっくりだけ説明しますね、どういうやつか。はい。はい、ABC を自然数と考えて、うん、うん、C は A たす B です。うん。で、A と B が互いに外します。うん。素数？割り切れないってこと？ああ、うんうんうん。うん。ってなったときに、うん、まあ、C っていうのが、まあ、後で説明するんですけど、ABC かけた数のラットっていう値を1たすイプシロン乗で、イプシロンはこう 2の大きい数なんですけど、したときに、ABC の組み合わせは有限個しかないっていう、1984年に提唱された問題だったんですけど、うん、こんな、比較的こう、なんだろう、高校ぐらいまでの数学知ってれば、問題の意味がわかる問題が、こう、今まで解けなかったっていうのもそうだし、いや、ね、ちょっと意味分かってないです。はい、意味分かってないです。例えばどういうこと？その、例えば、あれだよね、要するにこれって存在しないって話じゃないはずだから、なんか一個例とかあるはずだよね。じゃあ、A、うん、A が2で、B が3で、そうすると C が5じゃないですか。うん。で、ラットって、
えば2の6乗かける3の2乗をラットの中に入れてあげたときは、うん、ここだけで考えます。要は素因数分解して、はい、肩の何乗したっていうのは全部無視します。うん、どういう、 こう数を掛け合わせてっていうのだけで見たときに、これが、うん、組み合わせが、あれか、待ってくださいね、これ互いにそうだから条件満たしてて、うん、あれこれごめんなさい、これ口逆だったかもしれないです。これ、あ、逆でしょ。で、こうなるじゃないですか。ここで、2、3が6だから、30か。ほう。うん。で、これが成立するときに、まあ、それぞれが有限個しかないってことなので、うん、まあ一体有限個じゃないの、存在する、あ、すみません、まあ、まあ存在はするよね、絶対30だからって、うんうんうん。で、一応これができると何が素晴らしいかって話は、あれです。フェルマーの最終定理あるじゃないですか。うん。うん。あれが、ABC 問題の定理よりで結構簡単に出てくるらしいです。だから、これが解けると結構いろんなものが解けるけど、難問だったってところが解けるようになったってことですね。そうですね。うん、で、新しすぎて、そもそも正しいかどうか判別することもできなかったのが、6年、7年かかったよっていう。なるほど。そうね。大変ですよね。大変だね。だから8年かかったわけでしょ、それを読むのに。読むのに8年かかったっていうのが、それ本、解いたさ、本人はさ、存命なの今。存命です。じゃあその人からさ、日本人です、うん、その兄弟だっけ、その人からさ、なんかこうなんですみたいにいっぱいこう説明受けても、その判別する側がよくわからないみたいな感じになっちゃうってこと。あ、そうそうそう、よくわからないから、多分一から本当にその人の授業をちゃんと受けて、うん、それぐらい時間かかったんだろうなっていう感じは、ね、やばいね。そんなことある、すごい、すごい、へえ、うん、これが僕が最近見た一番明るいニュース。そうだね、ようやく終わったんだ、ようやく終わった ね6年かかる、やばいな、うん、いいニュースもあるんですね、うん、はい。はい。そのところですかね、それぞれ。そのところですかね、うん。はい。うん。じゃあ、本送いきますか。本送トーク。本送トークいきますか。集計するんで、ちょっと二人で喋ってて。はい。はい。その、どれ?え?はい。何?あ、どれ話したいかなと思った。うん、喋りたいことでいくと、まあ、なんだろう。やっぱ、ベジータの言ってたやつはちょっと僕興味があって、うん、ありがとう。というのもなんか結構、うん、やっぱりその感想ってさ、結構難しくない?うん。それこそさ、なんかさ、演劇とか見に行った時に、なんかこう、言うとかさ、言わないとか、あるわけじゃん、うんうん、
それって結構難しいなって思って、なんか雪が、うん、落ちてる気がするけど、今。静止画で止まってるから、僕が完全に一人で喋ってるんだけど、そう。うん。ね。はい。はい。というわけで、放送トークの方に入るんですけど、はい、ですね、ちょっと待って、これ、経過勇気から説明してよ。はい。感がいい方はお気づきかもしれませんが、服が変わってる方がいたりとか、明るさが多分変わってると思うんですが、僕のスマホがですね、熱暴走でちょっと落ちてしまって、撮った日の、あれか、直前何話してたんでしたっけ、あれか、朝読みか、うん、朝読みを撮った日と別の日に撮っております。次の日の朝に撮っておりますよ。はい、朝が来ました。こっから朝が来ました。なんか人狼みたいな。朝が来ました。放送投稿していきたいと思います。はい。はい。で、あれだよね、票数は一応出て。はい、出てて、今回、ツイッターとインスタで合わせて59票いただきました。おー、すごい。ありがとうございます。はい。で、1位が同率で、待ってね。よいしょ。同率で、自分の感想を言葉にできない若者の処方箋が16票で、うん、と、在宅に必要な心構えが同率1位、うん、で、2位、うん、2位というか3位か、3位が、はい、1票差で 5G になったらやりたいこと、なるほど、うん、でしたね。で、4位が、うん、今の部屋にあるもので思い出のあるものを紹介しようでした。はい、結構全部僅差で、はい、16票と15票12票だったので、結構それがなってもいい感じです。はい、なるほど。じゃあとりあえずでもまずその感想を言葉にできないとかにしますか、ね、しましょう。はい、はい、でもこれありませんか、お二人はどうですか、自分の感想をこうバッて言えますか。なんか言えるようになってなったっていうのはがどちらかというと正直なところかな。それはどういう練習とかをしてだった。いや、練習っていうか、なんかこう人と喋ることが増えたというか、人に感想を言うことが増えた結果として、なんかだんだん喋れるようになってきた感じかな。これは放送の活動を通してじゃなくて、あ、そうそう、本層ももちろんそうだし、なんかその、まあ人とさ、特に演劇とかやってると演劇をまあ 見たり映画を見たりするわけだけど、それでこう感想とかをこう言い合っていかないといけない時とかがあって、で、そういう時にだんだんって感じだね。でもちょっと、あれだよね、その、これの背景としては、受験勉強で国語をシステマティックに解きすぎた結果、なんかシステム以外の言葉を失ったみたいな。そうそうそう。そう、それが一つと、そう、二つあって、それ一つともう一個が、なんかその世に出る優秀な論が多すぎて、なんか言えない雰囲気みたいな。とか、はいはいはい。調べれば出るからもう考えなくなっちゃってる感あるな、みたいな。ああ。確かに。確かに今調べれば大体出てきますよね。ね、そういろんなこうね感想が出てくるからさ、それを かいつまんでさ、なんかパッと出しちゃうみたいな、それもなんかシステマティックなさ作業になっちゃうし、かなと。でも、それこそさ、なんか映画とか、まあ、見るでしょ。うん。で、感想とか言わないの？それとも、なんだ、なんか挫折経験があるの？具体的に。挫折、まあまあ、でも、ある。感想さ、まあ、言う、でもあるね。それ本層でこう言えなかったとか、普通に、なんだろう、こう、身近な、そんなさ、詳しくない人に言うときはさ、本当にポロって思ったこと言えるけどさ、詳しい人に言うときとか、ちょっと、おじけづくじゃん。
あ、そうだね。そう、だからこの間なんかパラサイトの話とか、そして感想をなんかこう2個くらい、ポロッとしたやつ2個くらいしか持ってない時に、なんかこうあれの構造がうむかんでとなると、ちょっとなんかすげえ幅かられるみたいなのがあったり、はいはいはい、ね、なんかどうなんだ、なんか専門的な人、なんならもうなんか作ってる人とかさ、もうなんか制作に近い人とか言うとなんかさ、あ、でももう行った方がいいのかな、なんか、そういう人になんかそんな素人の話ちょっとなんか申し訳ないっすみたいな感じになる。まあわかるけど、うん、それでも素人目の感想ってやっぱ行った方がいいんだよね多分。うん、行った方がいいんだと思うよ。ダセーとか思われても行った方がいいんだよ。うん。勇気はどう思う？言いたいんですか？ん？ああ。感想をそもそも言いたいかどうか。そうそう、そもそもベジータさんって言いたいんですか、うん、感想は。もともとは言いたい人。あ、そうなの。うん。確かに SNS とかで投稿すると、専門家が近すぎて、なんか嫌な気持ちになるのはすごいよくわかりますね。そうそうそう、うん、発言しにくい世界になってきた。勇気は何、困ってなさそうだね、うん、でも、はい、あ、うん、あ、学高校生の時は困りましたよ、やっぱり。でも、うん、なんか国語じゃなくて、例えばほら、うん、あの数学とか物理の話になりますけど、この式見てどう思うみたいなことって、うん、まあ授業じゃ扱わないじゃないですか。うん、式使ってどう解くっていうのはやりますけど、うん、だから この式見てどう思うって言われて、多分解放を求められるんですけど、うん、あのなんか面白そうだなと思うみたいな、こう感想を言うとこう先生がそれを求めてなかったみたいな顔をされるっていうのは何回かあって、逆にね、そうそうそう、ここはそういう場じゃないんだっていうので、勇気は逆にその解くべきものにこう感想を持っていたタイプってことです。あ、そうそうそう。だからね、もう学校でそう教えてるから、もう感想を失っていくのは必然な気がします。うん、うん、なんか感想って結構いろんなパターンがあるよね。なんか、うん、結構さ、そのなんだろう、感情でちゃんとこう言える人とさ、うん、あ、お前それ感想じゃなくて分析じゃないみたいな人とさ、ある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 、いるじゃん。俺は完全に分析だろって側だから、うん、あれなんだけど、そのどうなんだろうね、なんか感情で喋ってる人って本当にいるのかなっていうのとか。ああ、そうね、うん、面白かったとか、この作品見て怒りを覚えたで止めれば感情ってことですか？うん、とかなんか、うん、そういうことだね、多分。うん、でも有機のさ、例とかだったらさ、例えばなんかその、うん、数式見ても別にさ、世の人は何にもわかんないし、受験勉強しただけのことだったら何にもわかんないけど、この、なんだろう、なんだろう、数学的な意図っていうかさ、要するになんか、この、これが解を持つとはどういうことなんだろうとか、これのグラフってどういう形になってんだろうとか、これの一般的な形ってどうなってんだろうとかさ、なんかそういう、なんだろう、数学的に次に進むときに出る定石みたいなのがあるじゃん。だからそれを知ってるかどうかみたいな感想っていうか、その どう思うとか言われた時に、それはなんか映画とかもそうじゃない、なんか例えば映画とかで何も知らないで映画見てると、毎回いちいちなんで、まあ、毎回いち何も考えずに感動するわけだけど、なんかこうだんだ なんか起承転結みたいな言葉を知って勉強あの 見るとなんか起承すげえ短かった割に点すごい深いねみたいなことをこう思えるわけじゃん。なるほど。ああ、なるほどね。感想で使える声が増えると楽しいです、ね、うん。
とか手法とかなんかいろんなもの知ってるからそこでこう分析して言えるってことなのかあれは。なんかそんな気がするけどね。ある種受験勉強とかだと、一通りの技だけ持ってればいいからさ、なんかそれ以外の技でポロって質問されたときに、え、知らないんだけどみたいなことになるのかなって思ったんだよね。そうだね。そう。高校生の時になんか感想を求められる授業とかってありました？感想を求めるっていうのもあれですけど、小論文とかはあるけどね、そういうなんか書きなさいみたいなのはあるけど、それだってシステマチックだよね。なんか自由な感想そんななかったっけ？美術くらいか。ああ、美術確かにそうですね。あと道徳とか小学校の時。なんか道徳もなんか答え求められてる感ありますね。なんか理想の答えがあるよね。そうだよね。でもどっちが先なんだろうね。なんかその手法を知らないと喋れないっていう説と、だけど僕たちはそもともと感想を持っているはずだっていう説があるじゃん。そうだね。どっち、なんか最近のその世に蔓延するさ、良き感想みたいなのってなんかめっちゃ手法の話だなっていうのなんかすごい思う。確かに。ね、なんかいいのかそれで。料理とかはどうなの？料理とか。料理？うん。ああ、確かにそっか。そういうなんか、レシピ通りに作らなくても肉炒めればうまいみたいな話？違う。まあそうだし、例えばなんかその、魚卵坂の活動の中で、なんかお寿司とかをが来た時に、こう活動書くわけ。あ、そっか、グルメのね、分析とかの話だよね。確かにね、確かにそれも、なんか、情報というか、その、なんか、定石とか、いろんな分析的に書けるっていうのと、なんか、それでどう感じたかっていう。そうだね。そこはなんか別で書けるね。で、なんか、分析とかの話になると、もう結構、みんな言えるみたいな話になっちゃう。そうだね、確かに確かに。こういう手法で作ってますみたいな。だからなんか、そのどう感じたかとか、自分としてはここが良かったみたいな。自分のこう、なんか推しポイントみたいなのがあるでしょ。私だとこう、コスパがいいとか、味はこういう味の方が好きみたいな。なんか経典的にはこうでしたみたいなのを、なんか言うようにしてるの。なるほど。自分のなんか純粋な感想プラスなんか自分の見るポイントみたいな。そういうふうに。なるほど。芸術も言えばいいんですか。なんか そんな気がしたけどね。なんかそれこそ多分 見る人、映画好きとかって映画好きな映画と嫌いな映画って結構明確じゃん。それこそ味がどうのとかって別にいい映画だけど僕のは嫌いみたいなのは、なんか結構。ちゃんと喋る人ほど言ってる気がする。そうだね。確かに。あ、そっか。じゃあなんかそう、自分がちゃんと感想を言えるものを横展開するっていうのはありですね。確かにね。こう、ご飯で入って。確かに。それもシステムって感じしますけどね。でもまあ、なんだろう、自分の指針にはなるよね、システムというか。解決したのかな。解決した。いや、わかんない。世の若者の処方箋にはなったんだろうか。どうなんだろう。みんな、何に対しても感想言えない人っているのかな。あの、国語ってなんか変わるんですよね、あの、分野が。え、何ですか。なんか、論理国語となんか文学国語みたいな。
が変わるみたいで、へもしかしたらなんか文学の方でそういう感想的なのは学べるのかなっていう淡い期待は持ちたいなと思うんですけど、うん、文学、へーすごい知らなかった。え、じゃあ処方箋。なるほどな。処方箋的には処方箋ってなると的にはもうあれですか、その自分が今言える範囲のものと同じ感覚でやってみようっていうのと、演習量を増やしましょうっていう、うん、アウトプット増やしましょうっていう話でいいのかな。そうじゃない、やっぱさ結構書くって結構大変じゃない、人間コストがさ、うんうんうん、かかるじゃん。それこそ書く前にはなんか完全に整理しきってからじゃないと書けない、まあそんなことはないけど、うん、5割ぐらいは整理しないと書き始められなかったりするから、うん、で疲れたってなっちゃうじゃん多分、うん、人って、うん、あそうね、うん、しかも書いたらなんか言われるかもしれないと思うと、そうね、うん、こう、うん、だから逆にもうなんだろう、ズームみたいなのが流行ってる時代なんだから、うん、言葉で言ってくっていうのはまあいいのかもしれないね。うん、そうだね、うん、うん、はいはい、ありがとうございます。はい、うん、はい、じゃあ次の話題に行きますか。はい、在宅の心構え、在宅のはいはい、在宅を僕が、うん、まあ前最初にも言ったんですけど、4月の、まあ、2日からね、うん、あの4月の1日から新入社員になった僕はもう 2、3と在宅だったわけですけど、うん、でここから多分なんだろう、僕弊社としてはそのなんか期限がないの、うんうん、でいつ終わるか分かんないし、コロナとかもなんだろう、世界的に見たら少なくともこれから流行みたいな感じじゃないですか、うん、そうだからどうなる、長期化するよなって思って、うん、でベジータとかも1ヶ月、うん、半ぐらい、うん、そうだね、結構経ったね、うん、はい、でそれぞれの会社でさ取り組み方が違うと思うんだけどさ、うん、どういう取り組みになってるの、そのシフト、うん、あの修行とかはみんなで修行するの？うちの会社で言うと、あの修行時間と休憩時間の開始終了を、あの業務終了をすべてあの Teams っていうチャットみたいなやつで、うん、一人一人そんな勤怠のスレッドみたいなのがあって、そこに全員聞く、うん、毎日っていう感じで、だからこう一斉10時にパシッと始めますじゃなくて、まあ、11時くらいまでには、もともとフレックスだから11時までにはその報告しなきゃいけないけど、うん、まあ、なんかポロポロっとこう9時くらいからを始めますとかいう人がいたりっていう感じでこう毎日やって、はいはいはい、それがこうバーってくる。あと業務の内容も送ってる、うん、その在宅勤務開始します、うん、で今日やることはこれこれこれ、それぞれ想定コースがこれで、業務終了の時に、その想定コースと実動コース、こうでしたっていうのをこうなんかみんな表で送ってる。うん。そうだね。で、会社としてはもうなんか、基本在宅でいてください。で会社に来たとしても、10人以上の会議はやめてくださいで、うん、この間なんか5人以上はダメになったんで、結構縛られる。また小さく。うん、そう、人と会うなっていうのと、あの、海外とか県外とかあんま行かないでください、お触れとして出てる。なるほど、うん、県外も結構、県外とか都外もあれなんだ、なんか一番直近のお触れで確かそれが出たはず。まあそうだよね、うん、遠く行かないでください。うん、緊急連絡先のとこにいてくださいってことだよね、多分、要するに会社的には。そうで、在宅で、あのリモートもダメです。リモートっていうか、そのなんだ、カフェとかにいてさやるのも
やめてくださいっていう感じ。自宅でしてください。うん。うん。なるほどね。うん、うちはまだ、なんだ、僕はまだその研修中、うん、だから研修のカリキュラムがあるのと、うんうん、まあプラスでちょいちょい仕事がちょいちょい来てるぐらいなんだけど、うんうん、特になくて、もともとフレックスというか、うん、でなんかこうみんな合計8時間ぐらい、まあコアみたいなところはなんとなく決まってるけど、それ以外はなんとなくしか決まってない会社だから、うん、みんな、なんかこうゆるゆるとやってるわけなんだけど、うん、で僕も Teams、 マイクロソフトのね、うん、なんか、うん、Teams でなんかしゃべり、チャットっていうかしゃべりながら、まあなんかやってるっていう感じですね、うん、でパソコン1台、うん、ビジター1台、え、社用のってことだよね。社用の、社用の、いや社用のはまあ1台だと思うけど実際に使ってる、うん、うん、ほぼ社用1台で、一応自分のもあるけど自分の方ほぼ使ってない。なんか意外と検索したり書いして書くとかやってるとさ、うん、ディスプレイ足りなくなんない。あそんなないかな。でも会社に、あ、会社だとあのでかいディスプレイ、映すだけ用のモニターが後ろにあって、はいはいはい、その手前にノーパソでやってるかな、うん、であの複製じゃなくて、うん、私は同じのをやってあのでかい画面で見たいっていうので。あ、そうなんだ。うん、2、3画面はいらないかな今の業務だと。2、3画面欲しい人で、うん、だから今社用パソコンと、ここにあるんだけど、社用パソコンとこれが iPad であって、うん、で、まあやってんだけど、うん、これ5月まで長引くんだったら、俺ディスプレイ買おうかなってちょっと思ってて。いいじゃん、長引くよ、多分。長引くよね、これ。長引くよ。だって向こうに。ゴールデンウィーク、うん、ゴールデンウィーク中に完全に誰も出るなってのを1週間やって、うん、で、それでどうなるかぐらいですよね、たぶん。そう。コロナとの戦い自体は本当、ここ2年くらい続くみたいな想定でいた方がいいし。うん、そうだよね、うん。特にそのピークシフトじゃなくて、うん、ね、ピークを伸ばして遅らせようっていう、うん、小さくしよう戦略だから。そうだね、こいつ。うん。うん。じゃあさあ、この在宅で良かったこと、うん、悪かったこととか言ってもいい？うん。うん、あ、ぜひぜひ。そう、あの、良かったことで言うと、大きく2つあって、なんかあの、業務の無駄が分かるっていう。はい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 。そこあの、紙でやってなきゃいけなかったやつが、ウェブでもいいじゃんみたいな。こう、やらざるを得ないってなって意外と分かったり、うん、あ、これってなんか毎回メールだったけど、スプレッドシートでもいいじゃんとか、そういう無駄なこと分かりますっていうのと、うん、あと、まあ、行き帰りの勤務時間なくなるんで、遠方の方とかは、その分業務に使えますよねっていう、まあ、普通によくて、うん、それ良かったことで、みんな本当1ヶ月くらいやってみて、悪かったことで言うと、なんか、齟齬が増える。この、対面だったらこう、ちゃって聞けて分かったことが、チャットのやりとりで、こう、あれ、え、あ、あれ、あれ、あれ、みたいな感じになって、お互いストレス、うん。そうだよね。単純に気がめいるっていう。気はめいりますね。みんなでこう、なんかちょっと疲れて、あ、コンビニ行こうみたいな、なんかそれも含めてこうさ、回ってたから、そう、やっぱりなんか一人だとちょっと、落ちてくよねみたいなのは、うん、前なんかこう請求処理とかでちょっと集まった時に言ってた。そうだよね。そう、やっぱり雑談もコンビニ行くのも含めて業務じゃん、うん、そう、円滑な業務ってのは、そうそうそう、紙を出すことだけじゃなくて、紙を出すための、うん、なんだろう、うん、速度を維持するためのメンテナンス時間も含めての、うん、そうお仕事ですからね。そう、人間関係も含めてそこができアウトプットがあるから、
そうね、うん、難しいな、今その仕事をする机でにいるんですけど、うん、今あの、まあ、パソコンがこうあって、うん、これが iPad の観葉植物はねちょっと買ったんですよ。パキラ、ピガメールと思ってピガメールそうで、ここに本を置く台をつけて、え、すごい、え、めっちゃいい、本台をつけて、うん、で これを見ながら、うん、あのパソコンに書き書きって書いて、わかんないことは iPad で調べるみたいなことをやってます、僕今。え、その本はさ、資料なの？それとも癒し？そう、資料。資料とか、いや、これは今あのレなんだサンプル用の雑誌に据え書いてるけど、へ、そうそうそう、なんかこう意外といい労働環境を作っているせいで、いいね、なんかこう逆に出社ってなった時に一から組み立て直すの大変かもみたいな気持ちにちょっとなってる。え、でもそのさ、うん、今のこう机と椅子っていうのはもともとあったの？家に。これはもともとあった。で、この雑誌のアームは、あの、うん、実家に あるのしてたから、うん、あの、わざわざ実家に取りに行った。すごい。うん。ちょっと、まあ、上、いろいろ散らばってはいるけど、うん、まあ、こんな感じです。わっちゃらけ、わっちゃらけんだ。うん。それってまあまあもう正解なんじゃないですか。うん。うん。でもここに1個ディスプレイが欲しいとか思ってるから。あと1個。でもいいじゃん。よりよくする。空間的には置ける感じなんですか。うん、空間的にはあのギリギリ置ける。へえ。そうそう。まあいいや。うん。ちゃんとこう座れる机と椅子があるのいいね。うち今さ、ベッドとサイドテーブル、ローテーブルしかなくて、うん、マジ腰が痛かった。あ、そうなんだ。うん、本当家具買うかなんか言ってましたね。うん、なんかもともと俺が椅子生活の民だったから、うん、そこは困ってないんだよね。うん、だけど、やっぱ家とかだと結構ロー、まあ、日本だと結構ローテーブルとかだけで、暮らす人多いから、うん、それでがこう在宅になると大変だよなって思う。そう、働くための場所じゃないから、もともとフットログ頼むものとして作ってきたから、うん、今辛いの、本当買おうか迷ってる、うんうん、なんかスペースがあるんだったらもう買っちゃった方がいい気もする。そうかな、折りたためにいいから買うかな。うん、少なくとも何ヶ月もですもんね。うん、1ヶ月はやるし、うん、全然ペイするよね、なんか割り戻したら全然1日100円とかでいける。そうそうそう、うん、いいな。だし、ローテーブルでは完全にくつろいで、ちょっと仕事、なんかこうきっちりしたいときに机とかにすると、ちょっと自分の生活もメリハリが出るから。そうだね、いいと思う、うん、うん、あとさ、1ヶ月やってみて、あ、うん、やってみて、なんかこれはやるべきだったとか、これやっちゃダメだなみたいなのがあって、うん、ちょっと教えてよ。そう、あの、まずあの最初に起きて、ちゃんと着替える。外出なくても着替える。はい、はい、はい。で、まあ、できればそのちょっとカチッとしたやつっていうか、ダルギーとかじゃなくて、うん、まあ、うん、外に出れるそういうニットとかさ、ジーンズとか入って、うん、パチッとします。うん。そこでもう切り替えれないとマジでやばくて全然進まないし、ズルズルなっちゃうから。そう。あとなんかまあ今はそのチャットでちゃんと報告してるけど、そういう時間決める、本当に10時7時の時でちゃんと決めて、うん、休憩ちゃんと取る。うん。で、休憩の時にはまあちょっと出れるかわかんないけど、まあなんか散歩するとかさ。体とか、うん、まあ、こう、意思ないところでご飯食べるとか、うん、ちゃんと休憩して、で、
あと本当終わりもなんかずっとできちゃう。まあ、夜にさ、本当9時10時とかはやろうと思えばできちゃうけど、やんない。うん。やらない方がなんか最終的にいい。うん。なるほどね。やってるとなんか別に朝パッて早く起きてやればいいしとか、あちょっと2、3時間伸ばしていいしってなると、まあ、全然良くない。生産性が落ちるととか。そう。それが状態化すると本当に辛いし。うん、出社になっても辛いし、このままでも自分の多分パフォーマンス落ちていくから、うんうん、なんか着替えるって散歩ちょっと散歩するっていう説をと、うん、なんかツイッターとかで聞いたよ、うん、出社した感を自分で一回出すっていうなるほど、ね、着替えてちょっと出る、ね、いや着替えてちょっと出て、うん、持ってきてやるっていう、うん、でも本当でいいよ、着替えするだけでだいぶスイッチ変わるから、うん、うん、着替えだけは大事。これから在宅する人にはぜひ見て聞いてほしいよね、うん、着替えしてほしい、うん、でもそのなんだろう、重要機密とかを扱う仕事とかはまあ行かないといけないっていうのは分かるんだけど、うん、そうじゃない会社が逆になんで在宅にしないのかが分かんないよね。意識って遅いんじゃない、うん、会社として行けてないじゃん、分かんないけどそうだね、会社として行けてないのありそう、うん、うん、あと本当に人と会わないとやっていけない仕事。うん、それはしょうがないよね、本当に。うん。みんな、うん、何に悩んでんだろう、みんな。結構本当に投票が多くて、うんうんうん。心構えっていう。なんかお便りを欲しいよね。そう、コメント。僕たちも。うん。で、多分その、在宅に対するって書いてから、在宅勤務以外のことでも多分悩んでて、みんな在宅でこう、休日を過ごすとか、日常を過ごす、はい、楽しいやり方ってないのかなみたいなのを思ってるのではと予測していますけど、ね、なるほどね。なんかそのコロナウイルスって、うん、その表面、金属面とかプラスチック面には結構生き残ってるっていうけど、うん、空気にはあんまり生存できないっていうことに今のところ研究ではなってて、うん、だから人のいないところだったら散歩していいんじゃないかっていう気はするんだよね、うん、そうだよね、うん、って思ってて、割と散歩する時間は増えてる気がする、うん、僕、ね、余裕行とか行くためになんか電車とか乗らない限りは、近くになんかそういういいところがあれば全然散歩はね、OK なはず。うん。一人のお花見とか。一人のお花見とか、そう。そうそうそう。宴会しないやつ。今、上野公園は行けないけど。うん。外出。あ、そうかそうか。うん。だから在宅でもさ、やっぱり。うん。まあ、僕としての結論っていうか、僕として思うこととしては、うん、やっぱり、なんだろう、1、2週間のことだと思うと、うん、今の、なんか装備、家の中の装備でどうにかしようって思うけど、うん、これを1ヶ月だと思うと、うん、いや、これはもうちょっと本腰入れて投資じゃないけど、出費していかないと、ダメだぞっていう形に、空間を変えていかないといけないぞってことを、なんか本当にひしひしと感じてて、うん、で実際そうだし、うん、でそうなるだと思うから、うん、もう家を作っちゃえばいいんじゃないかな僕自分たちの中で。そうだね、もう住まいを作ろう。そう、うん、であのそれをこれを見てるかわかんないけど、あの、うん、僕の後輩とかの建築学科の人たちは、あの、卒業論文とかで、うん、あの、コロナウイルスに関しての、その在宅勤務の住まい方調査ってことで、うん、まあ、あの、まあ、何人もいるから、うん、で、あの、実際にどういう机の配置にしたとかを、
調査するといいと思います。いいね。それいい論文になると思う。うん。理想でちゃんと一個一個 ね絵が、絵を描いて、うん、ツイッターにあげればいいと思う。うん、そうですね。いいね。じゃあこんな感じで、うん、4月の、何日分でしたっけ ?4 月5日だね。5日分の。はい。感じで。はい、まあ、こんなもんですかね。うん。来週もあれになるかも。来週もこうなるかも。うん、来週もちょっとこの調子にだと、この調子だとっていうか、うん、変わらないので、調子は。そうですね。調整変わらないので、はい。うん。はい。はい。では、ありがとうございます。というわけで、しばらくこんな感じかもしれないです。はい。はい。では。じゃあ、また来週。また来週。お便りお待ちしております。はい。切ります。また、有機止まってないこれ。熱で落ちたね。ちょっと、切るね。はい。